はい、どうも、ヒャンポです。ブッチ。皆さん、エレベーターを使って地下に行った経験はあると思うのですが、その時にふと思ったことはありませんか？なぜエレベーターには0階がないのかと。今回は、エレベーターに0階が存在しない謎に、ネットで有名な都市伝説から迫っていこうと思います。早速ですが、この図をご覧ください。まあ、見たことあると思うんですけど、いわゆる数直線という図形ですね。構造を見てわかる通り、数字というのは正の値から負の値に移行するとき、必ず0という値になるんです。にもかかわらず、図に表した通り、エレベーターは0と値を経ずに、1階から地下1階に行く。またはその逆の挙動をしてしまう。ここがエレベーターに0階がないことへの不可解さの正体と言えるでしょう。ここまでエレベーターには0階がないということで話を続けてきましたが、実は海外にはエレベーターに0階が存在するようなんです。海外のエレベーターには1階の前に G や E といったアルファベットが存在しており、それが0階に当たるということです。日本のエレベーターには0階がないのに、海外のものには0階がある。ここが求められる当然の論理的秘訣は、日本のエレベーターに0階がない理由というのは、日本に得意なものであるということです。そして日本に得意なエレベーターに関する話といえば、そうです。あの有名な都市伝説、エレベーターで異世界に行く方法です。このエレベーターで異世界に行く方法というのは、2チャンネルのオカルトイデが初出とされており、日本で得意なものということができます。ネット上で出回っているコピペはこのような感じです。内容を要約しますと、10階以上あるエレベーターに1人で乗り、4、2、6、2、10という順番で移動し、その後5階に移動します。そこで女の人が乗ってきますが、話しかけずに1階のボタンを押すと10階に移動していき、そこを降りるともう異世界というものです。ここでこの都市伝説が日本特有のものであるという観点から、日本の昔の数字の数え方を見てみましょう。昔の日本では数をこのように数えているそうですが、ポイントは5を E と数えている線です。この発音、現代の1と発音を酷似していると思いませんか？今は日本では数字を1、2、3と数えますが、1に関しては言い換えて、1、2、3と発音しても通じるでしょう。ここではある意味で5と1が同一のものとして重なっていると言います。さて、都市伝説に戻りますが、この都市伝説では5階で女が乗ってくるという記述があり、これが異世界へと向かい始めている目印であると言えるでしょう。そうとするなら、もはやこの時点でエレベーターは通常の空間とは言えなくなったと言います。ここで先ほど話した5と1が同一のものとして重なっているという話につながってきます。通常ではない空間において5と1が同一のものであるという面が顕在化する。その状態でエレベーターは1階に向かおうとする。しかし、5と1が同一のものであるという異常な数直線にあるエレベーターは、もはや5、4、3、2、1のような普通の経路をたどることはできない。そうなれば、異常となったエレベーターは、異常な空間へと引かれるように向かっていくのではないでしょうか。そしてその空間こそが、日本では本来存在しない0階であり、異世界を待つ0階という空間そのものなのです。5と1が同一のものであるという話では、昔の数字が出てきました。そうなると、異常となったエレベーターでは、時間が歪んでいるというのが当然推察されるでしょう。時間が歪むことで0階に生きるようになることと、昔の数字が出てきたことを考えれば、昔の日本には0階があったと言えるのではないでしょうか。しかし、現在は0階は本来存在しないものとなっており、異世界と称される空間になっている。つまり、エレベーターに0階がない理由、それは、0階が異世界になったので、封印されたからです。新宿ロータカは、あなた次第。